線をすべて選択して並べ替えをクリック、名前別をクリックすると付箋を記入した人の名前でグルーピングされます。付箋をクリックして種類ごとに色を変えていきます。色分けが終わったら付箋をすべて選択して並べ替えをクリック、カラー別をクリックすると付箋の色ごとにグルーピングされます。グループタイトルを変更しましょう。付箋をすべて選択して並べ替えをクリック、トピック別をクリックすると内容に合わせて AI が分類してくれます。完璧ではないので手動で手直しが必要です。超絶簡単です。